これで運は上がりますよ。もうガッツリ運は上がります。じゃあね、続けてご視聴様とは言わずに一等狙いに行きましょうってことで一等しましょう。じゃあバージョン2行きましょう。よいしょ。さあ、ということでね、お湯沸かしなってる間に、一等さんね、紹介していきましょう。次はね、これも日清から見てみるやつなんですけど、東京の魚介、鶏白湯かな、ということでですね、味がガラッと変わりますね。今、日清のお味噌でしたからね、東京なんですね、次は。不思議なのは、勝本さんはまだ戻ってきてます。神田って書いてあるけど、こっちは東京なんだろう。そこは、もう出るのかな、不思議だなと思いながら、一等さんもずっとやっと開けていきましょうかね。まあ基本構造は一緒でしょうけどね。あ、思ったより上手くなったから開けていくと、今度は配役はあれですね、が最後入っておって、チャーシューも、あ、でも鶏チャーシューなんだ、違うんだ。同じようなのかなと思ったけど、色も、色も、あからさまに違いますね。鶏チャーシュー、専門、でもこれも専門で、あ、ネギも、だいぶ形違いますね。で、粉末スープと液体スープと、で、また、今度、ホタテ、鶏油。これでいただけるらしいです。で、これも、全部、解約と、チャーシューを先に入れといたらいいみたいですね。鶏チャーシューなんだね。美味しそうですね。あ、こっからか。ちょっと切り口違うんだな。パーティー焼きみたいになってくるタイプなんですね。そして、よいしょ。で、タイヤスを入れて、よし、お湯も沸き直ったみたいなんで、組みに行きたいと思います。よいしょ。そういや、あれですね、サムネイル撮るの忘れてましたね。やらかしてますね、相変わらず。いい感じですけど、まあ、いっか、なんかうまいこと。まあ、どうせ俺が作ったらね、クソサムネイルですからね。あれ、4分かかろう、ちょっと。あー、これ5分だ。あ、5分なんだ。長いですね。麺が太いのかな、その分。よいしょ。じゃあ、5分間待ちましょう。あー、で、温めとかんとね。粉末は大丈夫ですよね。やれやれってことで、ちょっと待ってね。待ってる間にちょっとね、話でもしながら。意外と食べながらはね、下手なんだよね。普通はね、食べながら雑談でもしようかなってところですよ。まあね、今回ちょっと、何かというとね、このままね、買えるんですよね、ちょっと。そんなもんで、ね、そう。最初、スクラップとか一緒かなと思ったんですけど、時間的に、宝くじ売り場が、閉まる時間やし、ああ、ありやな、っていうのもありますし、その場で、回して取るっていうのもね、まあまあ、大変なんでね、一人でも。っていうのもあったんで、嘘か。じゃあ、ちょっとやったらね、このままネットで買えるんで、ね、買ってる模様とかもそのまま買ってね、やったら楽やなっていうのもありますんでね。そう、本当はね、今週末にね、発表だっていう形ですけど、次の週か、6日の、16日かな、の、になってくるんでね、まだ、結果発表のやつと合わせての動画になるのかな。結果発表は結果発表で作ろうか。その方が楽しいですよね。っていうことなんでね。ここはね、食べて、ね、購入するところがあってね、結果発表はね、後からのお楽しみ。まあ多分、動画が、このアップロードかかってる時には、後々ね、そのクジの結果見たらね、もうネタバレでね、わかると思いますけど、まあまあ、ね、せっかくなんでね。多分動画がアップロードかかるのが5月の中旬かな。これ、どうかな。あ、先にあれかな。ゴールデンウィークのところに差し込んどきましょうか。名鉄シリーズが終わったところらへんでね、差し込んで、次のシリーズに持っていこうかな。じゃあ、これが92かな、なんていう感じでね、やっていこうかな、なんてこと思いながら、5分あると、まあまあ長いね。さあ、どうしたもんかな、っていうことで、なんだかな、という感じですけどね。まあ、あとはね、そう、
経済面で言うとね、今夏に向けてということだとね、結構真面目に考えてるのがね、結構ね、今も、やっぱ現金がね、結構そこで、ちょっと車の修理とかもあったんですよね。修理に保険に、車検にとかって言って、もうほぼほぼ車代と、プラスアルファちょっと、別途請求かかってきたのが10万くらいあったんで、いやー、きつかったですね。こんだけ収入下がったところのタイミングだったらね、そうそうそう。それかね、TV とか続くとね、厳しいなって。夏頃にもね、もともと、収入下がっとった時に車壊れて、結構車がね、ちょっとね、交渉が多かったんでね、この1年、そうですね、いろいろと、壊れたんでね、3万キロぐらいなんですけどね、4万キロもまだ走ってないんですけどね、ちょっとね、ちょっと、ハードラックなところですね、そこが壊れるかみたいなところがね、ちょっとあったんでね、エアコン壊れたのが一番痛かったですけどね、あれ、エバポレーター全部ね、変えないといけなくなっちゃったんでね、とかっていうのがね、あったりしますけど。さーてと、ということや、そうで、資金面でね、ところでね、ちょっとね、真面目に考えてたのがね、あれなんですよね。またトークとかでも話すと思いますけど、クラファンがね、なんかできたらどうかなとかと思ってね、あれって個人でもできるみたいなんで、法人化とかしないとダメなのかなと思ったり、個人でも大丈夫みたいな感じでね、調べとったりしてきたり、意外とね、結構資料請求とかをしてみたりとかして、真面目にね、ちょっとね、考えておりますね。で、せっかくだったらね、このプチプチがね、今、もうとにかく、このプチプチ邪魔なんですよ。まだこれ終わってないの、こんなに入りますからね。もうさあ、いきますよ、まあ、順番、まだね、メートルいってないのかな、4分の1終わってないのかなっていう感じなんでね、まだまだちょっとかかりそうなんでね、これをね、とにかくね、邪魔なんで、終わったやつから、終わった部分から切ってね、皆さんにお渡ししますよっていうプラファでもやろうかなとか、あと他にもね、ちょっとね、いろいろと、なんか、プラファに使えそうなね、やつを探してきてね、それをね、クラファンでやってねっていうのをちょっと考えてます。というのは、クラファンでやると認知機会にもなるんで、それはそれでありかなっていうのはね、その実際にお金が集まる集まらない以上にね、クラファンの場所でね、こういうような YouTube の活動やってますみたいな、変な人の集めるときに、広告で認知活動にもつながるんで、まあ、うちの場合はとにかく認知が全然されてませんからね、大手一つはなりましたね。さあ、食べていきましょう。では、まずは、剥がして、この段階で、やっぱチャーシューの色が、あとネギが多いような気がするんで、あれ、向こうが塩ネギだったんで、あれですけど、だいぶちょっと色味で、ほぐすんでしたね。ほぐして、ああ、確かに。ねえ、そんな太いって感じはしませんけど。こっちの方が太んじゃう感じじゃないですか。で、こっちはメンマがちょっと入ってますね。気持ち程度のね。そのあたりもちょっと火薬違いがあるんですね。これぐらいほぐれたらいいかな。で、おー、大事かな。で、液体スープと、粉末スープとね、入れていきましょう。よいしょ。まずは、粉末スープを、おろりや入れて、上のところからまた結構カツオだしの香りが、東京ですもんね、カツオですよね。よしよしよし。そして液体スープを混入。これどうなんでしょうね、製造ラインは一緒のところで作ってるのかな、別ラインになってるのかな。そんなことかな。色はこっちのやっぱ強めですよね。飛びパイパンですからね。おー、魚介の香りが強いな。あ、最後にこのホタテですからね、これ入れたらどうなのかな。おー、あ、美味しそう、透明な綺麗な油ですね。あ、
ホタテが強いからすごく魚介の香りがすごいしっかりしてますね。ということで完成しました。じゃあ早速ね、いただいていきたいと思います。2杯目いきましょう。一等当てるぞ。これを湯に入れたらきっと当たりますからね。よいしょ。おいしいですね。今度はストレートで、さっきはだいぶ縮れてましたもんね。でもさっきの方が太い感じもありますけどね。あー、おいしい。なるほどな。あー、海鮮が強いですね。鶏は、鶏がなんか出汁って感じ。味は海鮮って感じですね。ちょっとこんな感じ。ちっちゃいですね。メンマも入ってますね。ちょっと出汁になってるのかな。風味には効いてそうですね。炭酸の水に戻すと結構メンマの風味が出てますね。で、この気になってる鶏チャーシューですね、いってみましょうか。柔らかくて美味しいですね。へえ、そんな感じなんだ。美味しい。一等が当たる感じ、みなぎってきますね。どうでしょうね、よく本格ラーメンであのチルドのやつとかもあるじゃないですか。あれはあれなんか美味しそうですけど、こっちの方がやっぱ正確に作れるのがいいですよね。あっちのチルドの方こそ、それこそ絶対に作りませんけど、結構具材を優先してのね、麺を用意してのとか、結構キッチンフルに活用して大変ですもんね。ラーメンスープ3杯分やから相当塩分きそうですけど、すでにちょっときてますけど、でも虫が入ってきません。もしかしたらね、クラファンやるかもしれませんよ。ってちょっと今検討しますので、どうなるか分かりませんけどね。まあ、今YouTube でね、収益作るのが一番いいですよ。全然食べてるところ映ってねえじゃん。ダメじゃん。ここら辺でないと映らないのか。でもやば、スープがでかい分ね、スープがたくさん入ってるんで、スープ簡易は思った以上にハードですね。まあ、しかしこれもね、トトビックで一等当てて、ね、億万長者になるためのね、道としたらね、これはもう楽なもんですよね。さあ、いただきました。2杯目を無事に来ましたね。さあ、体が暖かくなってきましたね。じゃあ早速ね、3杯目のね、角本さんにね、行ってみたいと思いますよ。湯沸かし直そう。